本日のキコットのゲストはファッションデザイナーのジョイリカさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高校2年生の時に、はいはい、あのビデオレンタルと本屋さんでバイトしたのよ、はい。え、なんだこれと思ってこう引っ張って読んだのが宇宙の法則みたいなやつだったわけ。自分の中で一番苦労したのは、はい、就職がなかったってこと。え、じゃイメージで、うん、あのチャンネルをセットしたら、うん、現実はもうそこと繋がってる、繋がるから今になる、そう、そのまま行くから。イマジネーションってお金だけでイメージできないじゃん。しづらいですよね。めちゃくちゃしづらいよね、はい。そうやってファッションの分野で本当になんかもうトップまで行かれて、でもう本当夢全部叶えてみたいな感じじゃないですか。本当になんかそれってもう常にリカさんがなんかこう魂の声を聞いて選択してきたっていうことですか。そう、なんかハートに聞くっていうことを常にやってる、はい。なんか人生何周かしてません、うん、してるかも、なんか人生3、4倍ぐらい楽しんでる感じあります。かもかもかもですよね、うん。あのファッションやってた時は人生の前半と思ってて、はい、もうやり尽くし尽くしまくりしていいだろうね、本当に本当に本当やり残しないですね。やり残しないの。で自分起業して30億回してパリコレ行ったじゃん、うん。でその後ね、相方がねニューヨークにアーティストとして行ったの。で一人になった後あの呆然としてどうしようどうしようってなった時に、今でもある一部上場会社があるわけよ、はい、アパレルの、はい、トップの何千億って稼いでる、うん、そこからフランスのブランドのチーフデザイナーにならないかって言われて、だから雇われっていうこともやったのよ。そっから雇われがほとんどないじゃん私、はい、ほぼ起業して自分でやってるから、うん、雇われるんだ今から、ってなって。あ、それどうだったんですか。それは面白くってね。そうなんですね、はい、もうねゼロからみたいな感じで、うん、どっかの大企業に雇われていくってこと、私まだやらなきゃいけないのみたいな、うん、思ったんだけど、はい、すっごい完璧な流れだったのね。あ、そうなんですか、うん。でこれはもう絶対にやるやつだって思って、これはハイヤーセルフが向けてるって思ったから、はい、分かりましたやりますって言って、しかも当時の給料が言われた、まあ、契約だけど、はい、すっごい低かったのよ。こんな給料で私やるんですかみたいなぐらい低かったのよ。それ嫌じゃなかったんですか。そうでしょ、それでもう嫌、はい、と思ったんだけど、待てと思ってここで抵抗するのか私は、うん、流れがあるのに、流れに抵抗するとコントロールになるじゃん、うん。コントロールするとせっかくの流れがブチって切るのね。あ、だからあかんって、それはもう分かってるから、もう流れに沿うわ、全部沿って身を任せるって思って、すごい行ったらさ、コンクリートなわけよ。私は自分でやってたからさ、もうアトリエめちゃくちゃおしゃれだったね、うん、アート飾りまくり で、うん、でそんな中でデザインやってたから、行ったらさもう全部グレーで、グレーのテーブルにグレーの椅子にもうぎゅうぎゅうで、アパレルのねとかだってもう普通、それは普通だと思うの、うんうん、なんだけど、私当時の私は自分とは全く違う世界だったから、うん、超驚いて、こんなとこで私デザインできるの、どうしようどうしようって思ったのよ。でそれからはもう謙虚になろう、謙虚っていう言葉が来て、あ、その時学ぶべきは謙虚、謙虚、あ、うわーって言っちゃってるから、なるほど、うん、だから私に対してこの値段みたいなあったわけよ。でそれが謙虚になろうって思った時に、あの時に学んだのは受け入れるってことだったんだよね。あ、だから違う文化だったり考え方、全てを受容するってことが本当に大事で、なんか私もなんか葛藤したよ、何なんだろうって、う、ね、この経験は何なんだろうって、うん、何をハイヤーはねさせてるんだろう私にって思ったら、でもね本当その後分かったね、その許容、許すことと受け入れることの大切さっていうのがすっごいんだなって、こんなにパワフルなんだってことが分かったの、その後で。え、それどういうパワフルさだったんですか。結局すごいなんか私最速で大きな夢が叶ったの。その後最速だったよ。まあそれで全部を受け入れて、はい、もういい、そうだそうだよって、普通だよこれがあって、そんなグレーとかじゃないよ、普通だよって、ありがたいよ逆にって、席があることすらありがたいよって言って思ってこうやってたらね、さふとね、あれなんか私小さい時着せ替え人形作るの大好きだったなって思ったわけよ。着せ替え人形を描いて洋服描いてこうやって合わせるのが大好きで大好きで仕方なかったな、今やってないって思ったのよ。今もやってるって思って、ありがとうってなって、もう涙ずちょぎれるんだけど今でも。で今もやってるって、こんな大人になって着せ替え人形作ってるすごいと思って、ありがたすぎるありがたすぎるってなって、しかも自分の
自分の会社だと自分が経費を出して自分が物を作るじゃん、うんうん、だけど会社で契約で入ってると自分がお金を出して物を作らなくていい、ね、ただ私は着せ替え人形を描いてるだけじゃない、おーってなって、でそれを着せ替え人形に対してみんながああでもないこうでもないって言ってくれてるのよ、うんうんうん、昔はね売れるものもっと作れとかこんなんダメだとかいうことに対してもすごい嫌だったわけ、うんうん、なんで私のデザインにケチつけるんだみたいに思ったんだけど、今は私の着せ替え人形として大の大人が揃って会議でね、もうちょっとこれはこういう記事にしてくれとか、もうちょっとリボンを大きくしてくれとかって言ってくれるわけよ。あ、くれるって思うなって、もう需要のモード入ってるから、うわーってなんだこれと思ってもう号泣号泣 で毎日感謝感謝で言ってたら、なんか知らんけど副社長を紹介され、はい、なんか知らんけど海外からのなんかすごい人のやつに呼び出され、そしたらなんか知らんけどだから専務かな、すごい権力のある人がすごい気に入ってくれて、はい、なんか知らんけどその人に、いや私またね自分の一人ので新しいブランドとして一人でやりたいんですよね、またショーとかできたらいいなと思ってるんですよねとかって喋ってたら、はい、いいじゃんってなって、その会社が投資してくれたの私。その会社で個人に投資するの、はい、多分初めてだ。数億だよ。でゼチアが、そうなんですか。そうゼチアが誕生し、トーコレにもデビューさせてもらって、すごい、そうトーコレとかすっごいお金かかるんだけど、はい、私は一切も出さないで会社が全部出してくれて、ゼチアを誕生させてくれ て今着られてる、私も買わせていただきましたけど、めちゃめちゃ可愛いんですよ。そうありがとう、いや嬉しい、ね、最速だった、多分1年半ぐらい、やばくない、え、ブランド立ち上げ1年半、うん、あの入ってから、はい、入って1年半、その時ね、まあはい、ぶっちゃけ1ヶ月、低いでしょ、でまあ、普通からしたら高いのかわからないんだけど、いやでもあの、うん、パリコレの方をやった人の価格ではない、うん、でしょ、はい、でもその半年後あのなんかクリエイティブディレクターもやってくれって言われて、はぁ、あ、っつってやったらったのすごくない、いきなり、うん、だからそれでも私がやってるわけじゃない、会社がだよ、会社で給料上がるってなかなかないじゃん。そうですね、会社で契約社員でしかも、うんうん、契約社員 で、そんな年俸が上がるなんてもうないじゃん。ないです。だからあーってその時に分かった。あ、お金は本当にエネルギーについてくる。はー、うん、そのエネルギー量を見せるかのように金額として見せてもらってんだなって。でもめちゃくちゃ早かった。それは何かっていうと私が需要と供要に徹底したからだと思う。なるほど、うん、その経験はね、契約社員とか社員で働いてる方っていっぱいいる中で、うんうん、その中で、うん、リカさんだけがそうなったっていうのって、うんうんうん、だってそこまで涙流しながら感謝して仕事してる契約社員の人いますかって話じゃないですか。ほぼいないですよね、毎日号泣だよ、毎日号泣。いやだからこういうことが起こるんですよね、うんうん、感謝、感謝で一番高い波動だから、常に木々とか葉っぱとか空見て、なんて美しい世界に私たちはいるんだろう、号泣号泣。もはやもう何もなくても感謝できちゃうわけですよ、ね、だからなんでかっていうと、どこに合ってたかっていうと、需要と許容っていうところに合ってたから、受け入れるんだよ、全てのその自然とかこの環境とか全てがありがたい許しにガツンって合ってたから、もう全てに対してありがとうありがとうって全部受け入れてたんだよね。あとね、でもこのね、新しい地球はね、結構許容と需要大事、はい、大事なんですね。で、父の時代だったから私まだ、そっか、うん、ガンガン行けって言って夢叶えろウェーってやってたのって、ドンズバ本当に最後の土の時代だったから、なるほど、もうね、そこはあんまりないかも。あ、そうなんですね、うん、許容と需要めっちゃ今大事だと思う。じゃあ今はそういうのができる人の方が、うんうん、なんかもうスーッと流れに乗る、うん、スーッと流れに乗る。需要と求めって、うん、やっぱ頑張れば頑張るほど難しくなっていく。そうなの、そうなの、ね、だから私はこんなに頑張ったんだからって気持ち出てきちゃうじゃないですか。そう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 、それですね。そう昨日かな、一昨日にもボイシーでも言ったんだけどね、あれのままでちゃんといい方向に流れてるんだけど、うん、ドーンってなんか石が、大きめの石が入った時、え、こんな石来ちゃったの、溶かさなきゃって思うじゃん、うんうん、いやでも水さ、よく考えてみたらさ、ちゃんと岩を溶けて流れるじゃん。そうですね、うん、確かに そう、その岩にフォーカスをするか、流れてる方にフォーカスをするか違い。
あ、流れ方がまたちょっと変わってるだけですよね。そう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 、流れてるのだったり勢いだったりが、そうそうそう、でちょっと時間かかるかもしれない、うんうんうん、けどいいんだよ、そこはゆっくり行く時なんだから。なるほど、そう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 、あのこの後私リカさんのチャンネルの方でも、うん、はい、あのシンクロニシティカードですね、はい、やらせてもらいますので、そちらの動画も、うん、あの概要欄の方に URL 貼っておきますので、うん、ぜひ見に行ってみてください。はい、というわけであの、うん、リカさん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、現在私のオンラインサロンプラネットは、毎月月額999円で毎週1時間のライブをしております。ライブを通してですね、皆さんと交流しながらいろんなご質問にお答えさせていただいて、ちょっとね YouTube ではなかなかそこまで話せないっていうような裏話なんかもサロンライブではしておりますので、ご興味のある方はぜひ概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからチェックしていただければなと思います。